に小さいんですけど切れ味が良くてですね、結構な数いらしたんですね、うん、これはこう巾着にこんな形で入れて、まあ、本当に指先でこう使えるもので刺すのではなくスッと入れて落ちないワクワクするような気持ちになって道具を選びながら何かを作るっていうことができると思うんですね。はい、じゃあモノバチャンネルスタートしたいと思います。代表の杉原です。今日は、東京日本橋の手芸の道具資材などを、販売してます、川口さんですね、はい、コハナというブランドを展開します川口さんにお越しいただきました。川口さん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。株式会社川口の川口真理です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、小花さん、小花さんでいいですかね、今日はね。小花で、はい、はい、川口さん、川口さんという、まあ、会社名なんですけども、まあ、今小花というオリジナルブランドでさまざまな可愛い手芸の道具を作って、展開してます。もうすでにもう始まって 5,6 年経つんですかね。そうですね、2016年の10月に立ち上がりました。はい、はい、もうアイテムも、どん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 増えていってますけれども、その特徴が日本のいろんな工芸品や工芸の技術を生かした、道具ということで、いろんな産地のコラボレーションを自ら企画コーディネートされているんですよね。あ、そうですね、川口というその会社で、小花チームというのがございまして、そこで企画とデザインをしていろんな地域産業いろんな、職人さんとこうコラボしながら作っていただいてるっていう形で展開してます。はい、もう数多くあるんですけれども、その中でも割と初期の頃から、はい、商品があって、非常に人気で もはや日本だけじゃなくて海外、特にアメリカの方でも大人気でたくさん輸出されていると伺ってますが、はい、今日はその豆バサミ、はい、スプール、はい、をですね、ご紹介したいと思います。はい、じゃあ川口さん、はい、早速なんですけれども、はい、この豆バサミとスプール、まずは豆バサミ、これ私もちょっと愛用しているんですが、はい、そちらの方特徴を、はいはい、ご紹介お願いいたします。はい、こちらが豆バサミになります。見えますでしょうか。はい、本当に豆っていうか小さい、はい、で力をあまり入れずに軽くつまんでいただくと切れるっていう状態なんですね。はいはい、で、ケースがついているんですけれども、こんな感じでケースもついております。はい、で、この豆バサミは岐阜県関市で作っていただいているんですね。はい、で、ここの房のタッセルの部分は福岡県で作っていただいて、はい、でもこの状態で2県のこうコラボレーション、はい、でさらに小さいんですけど切れ味が良くてですね、ちょっと封筒を開けていただくときとか、お薬だったり、もう糸とか毛糸っていうのはもちろんなんですけれども、他の用途でももちろん使っていただけるんですね。で、このハサミが人気だったのは、機内に持ち込みが可能だったっていうのも一つあります。で、飛行機内で、そうです、そうです。はい、で、こう何かを縫われたりとか、ちょっと何か作ったときに切るものがないっていう方が多かったんですね。はい、でそれもあって、まあ、コロナ前は海外のお客様がインスタとかを見られて、毎日のようにこの豆バサミを購入しに来てくださっていたんですね。うん、で海外のハサミってもちろんクラフト用のハサミとか、こう、まあ、ちょっとこれも海外のものなんですけど、これは布を切ったり糸を切ったりするようなハサミなんですね。はい、で立ちバサミっていうとこれの大きいサイズ、はい、で糸切りバサミっていうとこれよりちょっと小さいサイズっていう、はい、この大体3展開なんですね。あ、なるほど。日本のここまでじゃあ小さい本当に豆のサイズっていうのは海外にはない。なかなかないです。はい。眉切りバサミだったりぐらいのものっていうのはあるんですけれど、うん、ここまで小さいのって多分日本国内でもすごく少ないと思うんですね。はい、でさらに切れ味がいいっていうその特徴が、はい、やっぱりこれのセールスポイントになっていると思います。うん、この豆バサミをもちろん糸とかそういう他の海外の方って糸だけのための小バサミとかそういったものってないんですよね。うん、
なのでこういう本当に日本の職人さんが作られている技術が特に優れているものっていうのは、うん、なかなか目にされないそうで、特に珍しく感じられるようです、うん、これが基本の今豆ばさみの5色ですね。そうですね。で、はい、昨年新商品として発売になったのが、豆ばさみとそれを入れるケース付きのものがあって、はい、通常の豆ばさみにちょっとまた違った持ち手の、はい、もう一回じゃあ一旦戻します。はい、基本の5色の他に、はい、はい、最近は綺麗な水色、うん、これはい、これも5色展開なんですけども、豆ばさみが小さいのでなくしてしまうので怖いっていうお客様が結構な数いらしたんですね。うん、これはこう巾着にこんな形で入れて、はい、持ち歩けるようにしたんですね。ここをキュッと締めていただいて、はい、でちょっとこうカバンとかに吊り下げていただいて、はい、持ち運べるようなこんな感じにもなっている、はい、かわいいですね。なので、はいはい、なので5色展開なんですけど、ちょっとこの革のケースとか持ち手の色が今まではここブラウンだったんですけど、ちょっとグレーっぽいお色にしているものなどもございます。はい。で、まあ、そういうちょっと色選びでも楽しめる感じですね。そうですね。はい。はい。そういう可愛らしい感じがとてもいいと思います。小花は基本日本の伝統色5色で作っております。はい。はい。で、豆まさみなんですけども。そうですね、そちら。はい。はい。ちょっと先ほど、新しい今の色のお話もありましたけども、こちらに今5色ございます。で、豆ばさみ、ちょっと画面が見にくいですね。はい。こんなちっちゃいサイズなんですけども、まあ、本当に指先でこう使えるもので、ここにゴムが、ゴムじゃない、バネがあるんですけど、はい。これがまた、決め手なんですかね、使いやすい跳ね返りがあって。そうなんですよ。そう、よくこの豆ばさみは研げますかっていうご質問いただくんですけれども、うん、ハサミこれ研ぐほど使用頻度ないと思うんですよね。布をガシガシ切ったり、はいはい、紙をガシガシ切るっていうよりも、はい、本当にちょっとお出かけした時の緊急時に使っていただいたりとか、なんかそういったことに使っていただくためなので、はい、このバネの方がバネが使えなくなった時がこの豆ばさみの終わり、寿命というか寿命かなっていう形になってますね、うん、はい、切れ味が悪くなるというよりこっちの方はってことですね。そうですね、はい、はい、でちょっと実際にちょっと切ってみたいと思うんですけど、はい、ちょっとわざと分かりやすいように赤い糸を用意します。今ちょっとちょっとやりにくい角度でやってるんで、切れ味が悪いわけじゃなくて、ほら、ね。はい。すごい切れやすい。もしかして切れるかもしれない。落ちちゃった、はい。すごい切れやすいです。はい。割とご高齢の方とかも力を、はい、こうハサミよりも簡単にこうちょっと使えるっていうので、はい、力を入れなくてもいいっていうで使われる方も多いです。そうですねはい、よく切れます。はい、ということで、でこちらがこれ何色でしたっけ。水仙ですね。はい、水仙、ちょっと黄色。はい、黄色ですね。キスイセンですね。はい。キスイセン、キスイセンです。はい。で、こちらがちょっとピンク色の。バラ色。はい。はい。で、こちらが。水アサギ。水アサギ。はい。はい。ちょっと水色の感じですね。はい。次ちょっと濃いブルー。こちらが。はい。つゆくさ色ですね。つゆくさ色。こちら、ちょっと渋めの。深川ねず色です。深川ねず。
ですね。はい。はい。はい、グレーです。はい。こういうふうに手芸の道具は、もうずっと川口さん、小花さんやる前からずっと作られてきたと思うんですけど、はい。こういうふうに5色の展開をするっていうのは、なかなかなんか珍しいのかなと思うんですが、そうですね。なんか社内でもいろんな意見があったんじゃないですか。どうなんですか、このあたりは。そうですね。今までの、その、川口で、作っていた商品とかも、ほぼほぼ日本製なんですけども、うん、その例えばハサミ、立ちバサミだと持ち手が黒一色とかですね、はい、大体そういったものだったんですよね。で、はい、使い勝手はもちろん日本の職人さんが作られているので、うん、使い勝手はいい、で、うん、機能性もいいけど、ただデザイン性がない、で、それが当たり前のような形だったんですけども、実際に何かを作るってなった時に心が浮き立つかっていうと、ワクワクするかっていうと、うん、どちらかというと業務的な感じ、切れ味がいいから作るっていう形だったと思うんですね、うん、だけど小花のようにこの、まあ、日本の伝統色5色を使って作ってることによって、どの色で今日は切ってみようとか、ワクワクするような気持ちになって道具を選びながら何かを作るっていうことができると思うんですね、うん、で、今までの伝統工芸とか、それはそれで機能性があって、その工芸品なのでいいとは思うんです。ただ、うん、そこにもう少し他の地域の技術とか色とか素材が加わることによって、機能性だけではなくてデザイン性も持たせてあげると、うん、よりさらに今まで使われなかったような方たちもこう使っていただけるんではないかっていうふうに考えて、うん、今までになかったちょっとニッチな部分を目指して作っているのが小花になるんですね、うん、で、そういった意味でもちょっと色合いをこうカラフルな形で展開していっているっていうところがあります、うん、ギフトにされる方もいらっしゃるので、うん、その女性から男性、男性から女性っていう、うん、そういった形でギフトにされる時にも、男性向けにはちょっと先ほどご紹介いただいた深い青い色がいいねとか、はい、グレーだったら男性でも使えるねというような形で選んでいただいたりとか、こう性別問わず、そうですね、色を、はい、選んでいただけるかなというふうに思います、はい、私もこれ自分で私物で購入したやつですけど、やっぱりこの、はい、濃いブルーのやつ、強く色、はい、で、これね、革のカバーがついてて、はい、はい、これなくさないようにまた注意しなきゃいけないんですけど、はい、そうだ、気をつけてください、はい、はい、こういう風な感じでいつも閉まってます。まあ、この蓋があることでまたちょっと見つけやすいっていうかね。あ、そうです、そうです、はい、そうですね、少しなくしにくくなってるかなというふうに思います。はい、で、それと今日はスプール、はい、はい、そうですね、こちらの方からご紹介をよろしくお願いします、うん、ありがとうございます。はい、この豆バサミとセットでご購入される方が非常に多いハサミ焼きのスプールなんですけども、こちらがハサミ焼きのスプールになります。で、こちらは一見糸巻き風にしているんですが、うん、中に磁石を入れているので、うん、こう待ち針を入れても、刺すのではなくスッと入れて落ちない。うん、っていうことと、あとこの購入いただいた例えば豆バサミをちょっとつけていただいてインテリアとしてお使いいただけたり、このバラ色のハサミ焼きにこの水あさぎグリーンをつけたりとかして、ちょっとアレンジしながら楽しんでいただけるような形になってます、うん、で、下の磁力も強いので、待ち針とかが落ちたときに拾っていただいたりとか、そういったこともできるようになってます。はい。じゃあちょっとこちらでも、はい。5色ありますので、はい、また切り替えていきたいと思います。はい。はい。じゃあこちらですね。今ちょうどスプール、同じ5色があって、先ほど同じように、セットで購入される方も多いということなんですけども、これが、ハサミ焼きですね。はい。九州、長崎県の、焼き物の産地になりますけども、はい、佐賀の有田焼と山向こうで、山を境にもうハサミ焼きっていう産地になるんですけども、そちらのものです。ちょっと、はい、
素材の質感がちょっと伝わるように、ちょっと叩いちゃいますけど。あ、はい、お願いいたします。硬、うん、いですね。これ自体はね。焼き物なんで硬くなってます。で、ここに磁石が仕込まれてて、裏はこういう感じなんですけども、はい。はい。これ今ちょっとサンプルなんで、サンプルのシール貼ってありますけども。コハダの文字が。ここに磁石があるんで、パッと離しても入ると。ね、はい、まあそれ当然ながらこう入れようと入れるんで、はい、あのあれですけど安定しますね、磁石があることで。そうですね、はい。で、じゃあちょっとあえて別の色で持ってみましょう。まあ、磁石なんでこういうふうに豆バサミをくっつくと、これがすごいですね。置いておけばいいということですね。そうですね、はい、はい。これ、まあ、発想が非常に面白い。この糸巻きの形をしているっていうのも面白いんですけども、これはなんかどんな糸で開発されたんでしょうか？糸に引っ掛けました、今。いやいや。引っ掛けてはないです。あの、待ち針を使う方って、あの、作業する前に最初に本数を数えておいたりするんですね。なくさないように、うん、で、あの作業が終わった時に1本足りないと どこかに落ちてるっていうことで、あの探す作業が出てきてしまう。あとはペットとか、いらっしゃる方とか、落とした時に探すのを必死になるっていうお声とかも結構ございまして、うん、でその時にこの磁石についていると、先ほどもお見せしたように落ちにくいんですよね、うんうん、なので、あのここからこう例えば転がってしまったとしても落ちないので、そういったなくし方をしないんですね、うんうん、まあ、作業の時に布にどこかにつけてなくなるっていうことは発生するかもしれないですけど、収納する際にはなくなりにくい、うん、はい、っていう、そこが特徴なので、まあ、そういったものを作ったのと、はい、うん、あと落とした時に待ち針ってちょっと床とかに落としてしまって、フローリングとかのこう筋のところに入ると取りにくかったりするので、その時にこの下から拾って、うん、広めていただくと取りやすいっていう、うん、そういった使いやすさを求めて作ったって言うと、この形になったっていう形になりますかね。じゃあ、もし先ほどちょっと途絶えちゃったんですけど、床に落ちたものなどはこれでこう磁石で探すっていうことができるということですね。そうです、はい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 、ありがとう。見つけた時もこう取りやすいので、うん、で、あとはまあ小花はその裁縫されない方にもご使用いただけるようにしたいなっていう最初からの考えがあったので、あの男性だとクリップを入れられたりとか、はい、ちょうどね今あと、はい、お子さんだったらあのヘアピンを入れといたりとか、うん、あとまあ女性だったらピアス入れられたり、あと、カッターの刃を変えるときに一旦ここに入れといて、うん、なくならないようにされたりとか、まあ、そういった、待ち針だけでない使い方ができますね、うん、ステーショナリー文房具としての用途。そうですね、そうです、そうです、はいはい、デスクの上に、仕事場のデスクの上にちょっと置いておくっていうことも何か便利かもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。これもまあ5色揃ってますし、また選ぶときも楽しいし、そもそも小花さん全部そうなんですけど、道具なんですけども、道具箱にしまっておくもというよりも、まあ表になんか出してても、はい、なんか可愛らしい飾りになるなっていうふうに思ってて、そこもなんか小花さんのこのシリーズのブランドのいいところなのかななんていうふうに思います。小花さんはもう今日本橋の方にショールームショップをお持ちなので、はい、もしいろいろもう今すぐ 見たいなという方は日本橋のお店に行くとたくさんの商品が見られるということですね、はいはい、はい。普段土日じゃなくて平日ですね。そうですよ、土日祝日お休みいただいているので、はい、なかなかお越しいただけないというお客さんもいらっしゃるんですけども、まあ、そういった時はモノバさんであったりとか、そうですね、はい、土日やっていらっしゃるお店店舗でご購入いただければと思います。はい、はい、ということで、あの日本橋のお店もモノバもぜひもう ご興味ありましたらぜひご来場いただければと思います。
よろしくお願いいたします。じゃあ今日は川口さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、またどうぞよろしくお願いいたします。よく裁縫セットについてくる、こう、裁縫セットについてくる豆ばさみとかありますけど、うん、やはりちょっと切りにくかったり、結構ね、うん、ストレスなりますよね。うん、そう。なので、そういうの使ってからこれ使うともう全然違うんで。うん、あ、本当ですか。あ、そうだ。だって、さすが。さん作ってくださいましたもんね。いや、もう何度もね、年末、ね、にかけて使いましたからね。はい、もう糸切りがないと、小銀刺しの作業はもう、とてもじゃないけど、進まないんで、あの時はもうしょっちゅう、もうね、まあ、もう、これがあるんで、ストレスがこう一つ解放されてますからね。はい、ありがとうございます。あと、やっぱりね、このタッセルがあるんで、こう見つけやすいですね、色がね。うん、はい、そう、それもあって、やっぱり、バラ色とか水あさぎがよく出ますね。見つけやすい色がいいって言って。うん、なんか非常に、これがタッセルが効いてるなというふうに思います、うん、ね。どうしても小さいからちょっと見つけにくいんだけど、これがあるんで見つけやすいし、うん。なんかやっぱり毎回気分がちょっと違いますね。あるの、はい、そうですよね。可愛いっていうか、うん、まあ僕男ですけど、なんかやっぱりちょっとね、いいもの使ってるなっていうのがね、うん、気分として。うん、やっぱさすが。岐阜県の関の刃物だし、うん、あとそうやってね、海外の方に評価されてるっていうのも、なんか非常に日本のものづくりを応援する立場として非常に嬉しいんで、ぜひまたこれからも、ね、どん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 世界中に広がっていくといいなというふうに思ってます。そうですね、ありがとうございます。